杉蔵です。ボヤージュホームツアーが無事終了しました。ありがとうございました。今回は全国4本だけだったんですけども、名古屋、大阪、東京、そして石巻、どの会場もどの土地も本当に素晴らしい異次元の空間をみんなと体験できて、みんなと細胞レベルで一つになれた感じがとっても強く実感できました。本当にありがとうございました。これは来年も続きをぜひ、続きをぜひ実践したいですね。来年もまたぜひ一緒に一つになれたら嬉しいと思います。石巻の直前に風邪ひいちゃってね、あるシンポジウムでお客さんがずっとゴホゴホゴホやってて、トークライブの本番でマスクするわけにもいかず風邪をもらってしまって、それが悪化して久々にね、高熱で苦しみましたよ。久々にぶっ倒れました。そんな中でなんとか最終公演石巻をなんとか遂行できまして、それから数日間は死んでおりました。夜なしのリハが始まってはいたんですけど、体は思うように動きを止めず、なんとかリハを終えて体もなんとか復活をしております。ご心配おかけしました。23日ですね、もうすぐイブです。12月23日、ルナシーとしてのとても重要な日です。埼玉スーパーアリーナで23日と24日、とても重要な 2days がルナシーとして行われます。そちらでは、当日限定で発売される新しいシングルですね、ルナシーの初めてのクリスマスソング、ホーリーナイト、ぜひ皆さん手に取っていただけたらと思います。そんな中12月23日に、杉蔵ニューアルバム音のレギュラーエディションが、やっと、ついにリリースされます。今まではプレミアムエディション、かなり高額な、作品で手に取っていただいてとても感謝をしておりますし、皆さんが俺の今の心象風景、闇や毒や痛みや怒りを振り絞った、あんなに醜い作品を通わっていただいていて、めでていただいていて本当に感謝をしております。なんか今日うまく呂律が回んないな、まだ後遺症が残ってるのかしらね。そんな中で、23日にいわゆる通常版ですね、 CD 屋さんに並んで、Amazon をはじめネットショップでも、入手できるようになり、そして iTunes では、世界同時配信が始まります。今の杉蔵の全てのエレメンツが内包された音、ぜひ通常版も期待していただきたいと思います。通常版ならではの、いろいろコンテンツもありますので、ぜひお楽しみに。そして12月29日にアルバム音の発売を記念して、渋谷の HMV&BOOKS 東京7階にてインストアイベント開催します。そういうことも意外と初めてかしら、そんなことないか、初めてか、覚えてないな。 CD のインストアイベント、そしてトークライブとともに、これはまたプレミアムエディションを購入してくれた方のみにサイン会があるかな。イベントの、詳細はね、杉蔵のオフィシャルサイトをチェックしてください、もしくは本物で SNS をチェックしてください。
何気にぬるっと、杉蔵はですねオフィシャルのインスタグラムと LINE を始めております。なかなか忙しくて俺本人がそこまで手が回らない状況が続いたんですが、これからはFacebook と Twitter とともに力を入れていきたいと思います。まあ、何せ特に LINE はね普段プライベートで超ヘビーユーザーなので、そしてインスタは俺自身は今まで手をつけていなかったんですが、前の仲間や身内がみんなやっぱりインスタヘビーユーザーなので、実はとっても、杉さんにとっては身近な存在ではありました。なかなかそれとねプライベートとこういうオフィシャル要は仕事が結びつかなかっただけなんだよね。なかなかそれが上手にできなくてね。なのでこれからはインスタと LINE どんどん積極的に、登場していこうと思うので、そちらもぜひ注目してください。そこだけでしか手に入らない情報とかサービスとか、楽しみがこれからどんどん増えていくと思います。という感じで2016年、本当に怒涛の2016年、もうすぐ終わろうとしていますね。多分年内にまだ何とかこうやって、ムービーコメントで登場できると思いますが、そうだね、あまりにも多くのことがあったね2016年、あまりにも俺にとって大切な人が亡くなっていった大勢の、そしてあまりにも多くの事件や事故があった。それは天災も人災も含み、そんな中で2017年を迎えるとしてますが、果たしてこのままでいいわけがない。この世の中の、例えば今だったらもうシリア、アレッポの状況が本当にむごい、それが気になって毎日眠れない。1月はトランプ氏が大統領に就任する。世界がどう変わっていくのか、どういい方向にぶっ壊れていくのか、そこにもとても注目しているし、果たして俺なんかがのうのうと音楽をやってる場合じゃないかもしれない。なんだけど逆に言うと一ミュージシャンの自分としては音楽で表現するしか道はない。とても歯がゆい気持ちがずっと続いています。2017年もいろんなことが起きるでしょう、いろんな問題が起きるでしょう。その波乱のこのご時世をみんなでなんとか手を取り合って乗り越えていくしかない。なんとか未来はよりポジティブな方向に進んでほしい、そう願うしかないし、そう実現できるように俺たちが一緒に歩んでいくしかない、ちょっとなんか重たい内容になってしまいました、すみません。ということで、実は明日はもう12月23日でルナシーの重要なライブでホリーナイトが発売され、そして音レギュラーエディションが発売される日です。杉蔵のこのワーカホリックぶりはこれからも2017年も続いていくでしょう。2017年はそれで20周年ということで、より活発に凄ましいスピードと濃度で駆け抜けていくつもりです。引き続きよろしくお願いします。杉蔵でした。